割とちょっと前の動画で、きっかけは突然に、みたいな感じの内容の話をしましたけれども、まあ今日もそれに近いことをちょっと話していきますけれども、あのー、今のね、在学生の中で2年生以上の人じゃないと、こうピンとこないかもしれません。まあそして2年生以上の中でも、えー、ちょっとまだ、こうピンとこない方いるかもしれませんけれども、中央棟の1階ね、大学で一番高い、背の高いビルの1階、中央棟の1階にクレアスっていう場所があるんですよね。 で、まあ、クレアスっていうのは、自立学習スペース。 場所なんですけれども、まあえー、とグループ学習ができたりとか、えー、MM 工房っていうね、ちょっとデザイン系のソフトが使えるようなコーナーがあったりとか、ちょっとくつろげる場所があったりとか、学内で唯一ね、学生が自由に使える、えー、カラープリンターが置いてあったりとかね、大きなプリントもできるようなね、えー、設備があったりする場所なんですけれども、このクレアスっていうのは造語なんですよね。で、あの、英和地点とか調べてもらっても出てこないですけれども、クレアスっていうのはもともとはセントラルラーニングス スクエアっていう言葉から来てるんですけれども、これを縮めてね、クレアスっていう風に作った造語なんですよ。で、このクレアスっていうの言葉というか、こうクレアスっていう名前とクレアスのロゴがあるんですけれども、これね、どちらも僕が作ったんですよ。で、このクレアスっていう名前にたどり着くまでにはね、僕が覚えてる中でね、十何個の候補があってね、で、その十何個の候補の中でね、こう、わなんかどれでもないな、みたいなこうみんなで、ね、考えててね、もやもやしてたんですよね。 で、その、もやもやして、なんか、これ、これじゃないな、ストライク来ないな、みたいな感じのね、この、ホームランバッターだったらさ、こう、打ちやすいボールってのはあるんでしょうけれども、まあ、全然来ないな、みたいな感じのね、ずっと見送ってみたいな感じのね、えー、状況だと思うんですけど、ある日突然ね、クリアと思いついたんですよ。で、ある日突然思いついて、それを皆さんに伝えたら、あ、いいや、いいや、みたいな感じになって、ブワー広がって、 でまあそれで行くことになって、そのクレアスって言葉を思いついた時に、なんか突然こう、今のね、葉っぱを使ったロゴがあるんですけれども、あのロゴもバーンひらめいてね、来たって時があって、まあそれでこう、2019年度はね、えっと、延べ1万2000人だったっけな、の人があのクレアスを利用したってことでね、多い日は1日に170人の人が利用したっていうまあ統計がありましたけれども、まあそれだけこう、 何て言うのかな、学内で一つの中心的な場所になってくれて、ちょっとね、あの、嬉しいところありますけれどね。で、なんで今日この話をしてるかっていうと、あのー、場所ではないんだけれども、あるサービスをね、今、サービスはシステムだね。 あるシステムを、まあ、新しく導入しようと今しています。でま,たまたちょっとここのこういう動画でね、言ったりとか SNS でつぶやいたりすることはなかなかできないんですけれども、そのシステムの名前はどうするかってことを考えていてね、昨日の夜その、僕が一緒に働いている部署のね、課長の皆さんとね、こうやりとりをしている中でね、ちょっとね、あまりこう、 さっきのね、あの、クリアスじゃないけれども、こうなんかね、ストライクに入らない感じだったんですよね。もやもやモヤモヤしてる感じで昨日ずっとあったんだけどね、今日さっき、まあ、ある言葉を思いついて、これかなって言ったらね、その、今のところね、その課長さんたちの反応がすごく良くてね、すごいバーン食いついてきたっていうのかな、こう、こうずっと見てたんだけど、ずっと、ず,っと,ずっと見逃してたんだけど、こう行きなきゃバーンみたいなね、なんか、感じでね、あのー、ハマった感じが今していて、なんかこう、 多くの人は、なんていうのかな、あの、その時その時でさ、頭の働き方が違うんじゃないかなと思うんですよね。あの、僕の師匠もよく言ってましたけれども、なんかデータを探すのに向いている頭のね、思考回路の時と、何かを考えるのに向いている時とかね。 いうのがあって、まあ僕はそうだと思う。僕の少なくとも頭はそうかなと思っていて、なんかこうひらめきやすい時と全然ひらめかないけれど、逆にこう機械的な作業がはかどる時というのかな。そういうのがあったりして、それはなんかね、ちょっとね、その時になってみないとわかんないんだけども、昨日はとにかくひらめきが全くダメで逆にこう機械的な作業がはかどった日かな。で、今日はどっちかっていうと、今日って6月3日水曜日の今、 9時、えー、7時50分かな、えー、今ちなみにシラフですね。なかなか珍しいシラフですけれども、かな、まあ、それでこうちょっとひらめいたんでね、ストライク入ったかなっていう感じで、ちょっと自分の中では、うん、まあちょっとやり遂げたぞ、やり遂げただで、やり遂げたぞって感じですね。うん、これでちょっと今、 その、なんてうのかな、サービスの名前、システムの名前を思いついて、今頭の中にこう、そのロゴっていうのかな、あのマークみたいなものもちょっとアイデアとしてあるのでね、この後、えー、それを形にしていけたらいいなと思いますけれども、ん。まあこれがちょっとね、あの早ければ6月の中旬から導入される予定のシステムなんでね、これがまた大きく育ってくれればいいかなと思っているところです。昨日の最後の あの昨日のビデオの最後で手を振ったんだけど、あれはどうだったんだろうなうん。ほんじゃまた。